反対上今はアナスターシーチャンスを確実にものにしました。サバスチャナブレゴールが決まりました。エドワード・トゥッツィオ一点を先制しました。もしやっとシュートした。フィーラン・リチャッソンゴールに叩き込みました。ミカエル・バージーゲットゴール。もう完全に狙ってました。